はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はまあサクッと終わるような感じにはなると思うんですけれども、まずは暁のサクチャレが、終了しまして、まあ、皆さんお疲れ様でしたと。で、ガチャの内容の方も切り替わりまして、まず一つがこちらのバンプ高校デビュー目前絆ガチャですね。でこれはバンプ高校が配信される、水曜日までとなっておりますので、まあ、かなり期間が短いガチャになってます。で、まあ、絆ガチャって言ってるんですけど、ちょっと何が絆なのか俺にはよく分かんないんですけど、一応4キャラがピックアップで、宝塚、ゆかり様、すみかちゃんで復刻で日野が、来てますと。まあ、別に、安くはね引けるんですけれども、まあ、SR 確定っていうわけではないので、まあ、別によっぽどの理由がない限りは、まあ、これはスルーで、いいと思います。でもう一つが、まあ、1回撤去された1周年記念スペシャル第2弾ガチャですね。で、こちらの方が、まず単ガチャの方が1回目が石1個で引けて、PSR ガチャ補助券が1枚おまけでついてきますので、これはね忘れずに引いておきましょう。で、まあ、一応こっちの方は、5月29日までの1週間ありますので、まあ、そのうちに、1個で引けるんで、まあ、忘れずにもう早めに引いておいた方がいいと思います。で10連携の方は、まあ、初回が150個で引けますと。で SR、PSR の出現率が2倍で、次が200個で引けますと。で SR、PSR の出現率が2倍と。で3回目が SR 確定で、4回目がバナーキャラから SR1 枚確定というような感じにはなっているんですけれども、ちょっとね時期が時期なんで、これもまあ様子見ですね。様子見っていうか、まあ、バンプがそもそも控えてるんで、まあ、確かにねスペシャル第2弾が出た直後だったら、まあ、4回目も引いてたかもしれないですけれども、今はちょっとねバンプ用に、備えておいた方がいいと思いますので、まあ、バンプ高校のね、水曜日のガチャの内容を見てから、まあ、どっち引こうかなっていうのを考えていただいてもいいと思います。まあ、ただこの単ガチャ自体は、忘れずに引いておきたいので、これをまあ今回1回引きますとちなみにこの1回だけ引きますじゃあ行きましょう。1個の奇跡が来い。もうすでに1個の奇跡起こしてるからね。正月ガチャ1個で新島ちゃんの SR を手に入れたっていう。でも余剰 PR いいね、これは解放に使えるぞまあ一応プラゴまで育てますけれども、やっぱりね余剰はやる気効果アップつけたいですよね。ということで、おまけの PSR ガチャ補助券で、PR は余剰だったので、まあ、いい結果ですねと、いうところで、まあ、めっちゃ早いですけれども、まあ、とりあえず絆ガチャ、こっちの、1周年記念スペシャルガチャはスルーで、まあ、スルーはスルーなんですけれども、パワーストーン1個の方は、忘れずに引いておきましょうというような、ところです。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。